東京臨海副都心有明有明プライムビル。有明プライムビルは東京都江東区有明3丁目にある20階建ての超高層ビルである。事業主はアメリカを本拠地とする不動産投資ファンドのラサールインベストメントマネジメント。東京都が公募した臨海副都心有明南愛区角にラサールが進出し2009年6月に竣工した。建物は ホテルとサービスアパートメント用途に事業者別で区分けされたテナントビルであり、1階から16階はサンルートホテルチェーン直営のホテルサンルート有明として運営され、17階から20階までは B コンテによるレジデンシャルホテル B コンテ有明となっている。出入り口やエレベーターは個別に設けられている。サンルート有明はシングルツインベッドルームを主体に790室。 B コンテ有明はキッチンソファシステムバス装備で122室を用している。サービスアパートメントはマンスリー利用が一概にあるが B コンテ有明においては一泊二日のデイリー利用が可能となっている。いずれの施設もフィドカードキーを採用しており、サンルートは客室階へ向かう時にはエレベーターの行き先外ボタン部分にあるフィドリーダーに カードキーをタッチしないと低層外以外のボタンが点灯しない。B コンテは出入り口部分によりカードキーによるオートロックシステムが施されている。低層外部分のみサンルートと B コンテのエレベータホールが自動扉を介して貫通しているが B コンテ側へはカードキー認証が必須となっている。ありがとうございます。